先日のゾウさんのクリーニング&現行館で勢いづいて、長年のメンテの中古アコギも掃除、現行館をしました。10年以上前に、ハードオフにて8000円で購入したヤマハ FS321 という中古アコギですが、エレキギターがメインで、アコギは年に数回程度しか弾かない状態なので、弦も錆びたままの状態でした。先日のゾウさんは、フレットやペグなどの部分が、それほど汚れてなかったので、感動が薄かったけど、このアコギは、清掃前と後で結構な差が出そうですね。アコギは、エレキと比べて、弦のテンション高いので、ライトゲージを試してみたいのですが、引き出しの奥から、昔、友人王からもらったミディアムゲージの弦が出てきたので、とりあえずこれを貼ることにしました。まず、錆びてる古い弦を取り外しました。ブリッジピンが真っ黒だったので、手持ちの金メッキ対応のクリーナー、シャイニーマンで拭いてみたら、綺麗になりました。ここからは、フェルナンデス、スクラッチメンダー946などの研磨剤より、手軽に研磨ができるフレット用ポリッシングペーパー、プラネットウェーブス、PW、FRP を使用。白いボツボツのサビがこびりついてる状態のペグも磨いたら、この通りピッカピカに。次はいよいよフレットです。パッケージ自体がフレットプレートになるので、指板保護のマスキングテープも不要でお手軽です。写真だと伝わりにくいかもしれませんが、かなりピカピカ、スベスベになりました。音もフィンガリングも向上しますね。あとは指板やボディなどを各クリーナークロスで拭いて掃除は終了。ゆるゆるなブリッジピンと格闘しつつ、現行感も完了です。